こんにちは、かっちゃんです。実はね、前回プレゼント企画でバルーンを作ってるとこ動画にしたと思うんですけど、はい、こんな感じでバルーンが全部しぼんじゃいました。8時間ぐらいって言ってたかな。結構大変だったんですけど、それからね、もう1ヶ月以上経ったんですけど、作れてなくて、僕がようやく少しずつ作れてきたので、それをね、発送しようと思います。で、それを発送すると同時に全てが終われば、またね、次回のプレゼント企画を募集したいと思うんですけど、今回がね、かなり特別で、夏休みっていうことで数も5個とめちゃくちゃ多くて、選んでもらったキャラクターを作るっていうことで、ちょっとね、今回がたまたま時間のかかるプレゼント企画だったので、次回からはもう僕が時間が空いてバルーンを作ることができたら、そのタイミングでプレゼントを募集したいと思います。で、今回みたいな5個っていうのがね、かなりレアなので、2、3個ほどをこまめに定期的にプレゼント企画していきたいと思ってます。でね、今作ったところの過程を紹介したいと思います。ミッキーとポムポムプリンです。もう作るの2回目なんですけど、こちら完成しました。一番完成してるのはこれオラフなんですよ。もう梱包も終わっちゃいました。あとは発送するだけなんですけどね、次はね、郵便局に行く時間がなくて、ほんとすいません。なるべく早めに発送します。ほんともう少しお待ちください。でね、ちょっと今回僕が作ったオラフなんですけども、人参ついてるみたいでしょ、鼻。これね、バルーンにさ、ほんの少しだけ空気入れるとこういう尖った三角になるの。それがね、もうすごくオラフの鼻に似ててさ、こういう髪の毛とかも全部バルーンでできてるんですけど、あとこんな感じで切ったバルーンで前歯を作ってます。今回は一つ一つの作品の完成度が高くなってますね。やっぱり2回目作ったっていうだけあって、完成度がかなり高いです。袋に入れることによって風船の持ちがかなりアップするということで、あとホコリもかぶった時の手入れもすごく簡単になるので、このように袋に入れさせていただいてます。スプレーを振っていくんですけど、このようなケープというものがあるので、ケープを振りかけるんですよね。本当に不思議なんですけど、水のりあるじゃん、水のりを表面に塗ったみたいな感じの膜ができて、バルーンのゴムの上にさらに透明の弾力のあるコーティングがされるんですよ。だからバルーンにすごくマッチしてるんですよね。そのスプレーがこのケープのハードが一番いいらしいなので、僕はこれを使ってます。でね、見たらわかる通り、スプレーを振ることでツヤも出て、すごい可愛い仕上がりになるんですよね。あとはもちもちパンダとドナルドを作ろうと思ってます。みんなね、同じ日に発送しようと思ってるので、もう少々お待ちください。そして、前回のプレゼント企画で当選したピカチュウなんですけど、連絡が取れてませんでして、ピカチュウが残ってます。なので、このピカチュウを、今回動画見てくれた方の中から、抽選で選ばせていただきたいと思います。あらかじめご了承いただきたい点が、このピカチュウ作って約2ヶ月ぐらい経ってるのかな?パンパンのバルーンではなくて、シワのあるピカチュウになってます。でも2ヶ月経ってまだこの形をキープしてるってことは、ここからの持ちも結構長いとは思います、このバルーン。で、もしその当選した方、まあずっとコメントはもらえてないんですけど、この動画を見て欲しいって言った場合は、新しく作り直しますので、また連絡くれると嬉しいです。このようなトラブルにならないためにも、僕のツイッター、いつも動画の最後とか、たまに概要欄にもリンク貼らせていただいてるので、そちらから僕のことを検索して友達に追加していただけると、ダイレクトメッセージ送れるようになるので、そこで住所とか聞くので、連絡のやり取りをしていただけると嬉しいです。で、まあ今回のピカチュウはフェアに欲しいという方を抽選させていただきます。そしてオラフとか、今回のプレゼントの発送が終わって、僕がまた新しくキャラクターを作ったら、すぐにプレゼント企画したいと思うので、お楽しみにお待ちください。結構ね、一つ一つ手作業で作ってるので、1個作り上げるのに1時間以上だね。手の込んだものになるので、数をたくさん作ることができませんが、気持ちを込めて作ってるものなので、大切に飾っていただけると嬉しいなと思ってます。その代わり、頻繁に多くの方にプレゼントしたいと思ってるので、頻度はなるべく高めに行こうと思ってます。まあ、このピカチュウもらってくれるよっていう方いましたら、ぜひ、今回ね、コメント欄で募集します。応募期限はなるべく早めにサクッと決めて、これをね、早く送りたいので、これを送るタイミングに一緒に送れたらなと思うので、多分、発送がまあ、今週中には発送できるかなって考えてるので、かなり早い期間での当選発表からの発送になるので、
すっこのピカチュウが手元に届くと思うんですけど、ぜひ皆さんのご応募お待ちしております。プレゼントってよりは里親募集みたいな感じで、まあ、何が欲しいとかさ、今回の動画で次回のプレゼント企画このキャラクター欲しいとかありましたらぜひ教えてください。それでその中から作ろうかなと思ったのをピックアップして次回のプレゼント企画に追加したいと思ってます。そして最後に、これはちびころバルーンっていう方が考案した作り方のレシピになってます。ちびころバルーンさんのところのページを開くと、いろんなキャラクターをバルーンで作ることできます。比較的簡単に作ることできるので、このね、中にボンド仕込んだりコーティングしたりラッピングすると時間かかるんですけど、普通に作ろうと思えば5分間もあれば1個は楽々作れると思うぐらいの手軽さになってるので、よければ概要欄からチェックして皆さんもぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。